アメクスチャンネル始まるよ。これね、全部ミニトマト、枝の脇枝、脇枝の方をね植えたらね、とんでもないことになりなってますね。こう花もね結構咲いてるんですが、家族、嫁さんにね、いやこんなになっちゃって迷惑って言われちゃったんですけど、とりあえずね放置はしております。無視です、無視。そこら辺はね、すごいですよね。ここネギが埋もれちゃってるんですよね、もう。まあでも元気には育ってるんで、まあ、問題ないかと思うんですが、それでね、ハルトのね朝顔なんですが、はい、咲きました。ね、いい感じですよね、朝顔ね。こうつるがねどん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 伸びてね、こう電柱っていうかポールまでね行っちゃってますよね。これは街灯の古いポールっすね。すごい古い街灯です。土曜日のね夜仕事終わってから、三崎湖、行ってまいりました。でね、僕のね予定だと、夜ちょこ少しやって、でまあ釣れなかったら昼間、イワシとか、まあ小アジとかね、小サバ釣って、釣りをやろうと思って、あのぶっ込み釣りをやろうと思ってたんですよ。まあそうしたらね、まあとんでもない結末ですよね、まさかの。それでやっぱり日曜日しか休めなかったんで、土曜日の夜行ったんですけど、そのもう日曜、土曜の夜も結構すごかったんですけど、この日曜日がね、もう本当隣がもう近すぎてね、その撮影とかっていうのはねほぼもうできない状態でございました。で一応ね少しだけ撮ったんで、動画アップしますこれから。で結局ねイワシはね朝その入ってきたんですけど、岸壁からね5メーター以上、離れたところで、に入ってきたんですけど、岸壁の方には近寄ってこなかったですよね。でみんなそのとりあえずなんていうんです、そのサビキとかトリックやってたんですけど、もうほぼ全滅状態って感じでしたよね。まあ三崎港でね、イワシとかちっちゃいその海遊魚ですかが釣れないっていうのはね結構痛かったですよね。それでだいぶ予定がねずれた感じでございます。まあそれはそんでしょうがないですよね。とりあえずね動画の方、アップしますんでどうぞ。はい、こんばんは、鼻くそでございます。ただいまね、三浦の、三崎港ですね、向かっております。今ねちょうど右手にね由比ヶ浜っすね、由比ヶ浜の、横を通って、行きたいと思います。ね、今日はね釣りたいっすよね、今日から明日の朝にかけて。まあ何をやろうかなと思うと、やっぱりたこ焼きはねまた買っちゃいました。でどうなんだろう、1個だけねたこ焼きは買って、まあまた寝がかりにしたらもうおしまいという感じですよね。あとサビキとカワハギ仕掛けとか、あと何買ったかな、サビキ、カワハギ、あそうだ、小アジがね釣れたらぶっ込みでもやろうかなとかね、小サバかマスかなとか、サッパじゃまあちょっとやめようかなと思うけど、まあイワシとかね、
クサバがぶっ込みやろうかなとね思います。でね、もうね、今日失敗したのがね、三脚は忘れるわね、クーラーボックスは忘れるわね、かなり忘れてますよね。で、クーラーボックスはね、途中でスーパー寄ったんですよ。その時に発泡スチロールくださいって言って、行ったらいただけたんで、まあ、クーラーボックスの方がね、問題は解消できました。ただね、三脚をね忘れたってのがちょっと痛いですよね。まあしょうがないですよね。だけど今日はまあちょっとね、最近ここのとこ若洲に発いて、あんまり結果が出てなかったので、ね、まあとりあえずね、釣れても釣れんでもまあ三崎港ではねやりたいなと思ってたんでね。ただ明日、今日土曜日で、ね、明日日曜日、なりますんで、まあどんだけ混んでるかなとかね思いながら、まあ、向かっておく次第でございます。久々にねちょっと遠出して釣りっていう感じですよね。仕事の方が神奈川の方でねやってたんで、だからまあでもそこからでも普通に走って50キロ以上あるんで、まあぼちぼち行ってね、でまあ様子見て夜やるか朝やるか、決めたいと思います。で右側ね、もう綺麗ですね、海。岸壁ですか、着きましたよ。ちょっとね、海どうなんでしょうね、見てみたいかなとかね思っちゃいます。ここから見えるのかな、ちょっとね、ちょっとライト当ててみたいと思います。船が目の前に止まっています、竿出てるの対岸が、何だったっけ、城ヶ島、ちょっと、海ね、こうライト、海の中、海ちょっと岸壁から覗きたいと思います。よし、とりあえずね、なんかたこ焼きでもやってみようかな。暇だから。であまり釣れなかったらね、取れなかったらね、まっすぐやめて寝たいと思います。はい、今日のねエギはね、580円の、これですね、白いやつ 3.5 号、これでねやってみたいと思います。基本的にタコっていうのはね、白いものに反応するらしいんですよ。で今日はこれで、やっていきたいと思います。また多分なくなっちゃうんだろうなと思いながらね、何個も何個も買って熱くなると、いけないと思うんで、1個だけ買ってきました。
はい、不細工なね三浦半島のね、釣り動画、どうでしたでしょうか。またね、まあ行きたいとは思うんですがね、まあどうでしょう、盆前ぐらいに行けるかなって感じはしますよね。まあでも、ねぬかかかもうあそこの防波堤で僕寝てたらもう50発以上なんか刺されて虫除けやったんですけども、もう痒くてしょうがないですよ。で今ね金柑をね、嫁さんにね頼んでます。もうちょっとしたらね来るような気がします。もう最悪ですよね。なんかねズボンの上からでもね、もうズボンとパンツ履いてたんで、パンツ履いてるじゃないですか普通、その上からでもボンボン刺してくるんですよね。でもう僕足もう足はほんとひどいです。足見れるかなこれ、足はこんな感じっすよね。もうボコボコですね。ちょっとねやっぱり気をつけてね、虫には気をつけてやっていきたいと思いますね。ご視聴の方ねありがとうございました。